こんばんは。今日は日差しのたっぷりと届いたところが多くなりました。気温も上がり、西日本や東日本を中心に暑さもありましたね。明日は西日本を中心に傘の出番もありそうです。それでは明日のお天気アイコン見ていきましょう。明日の全国の天気です。まずは西日本、那覇から見ていきましょう。午前から雨が降りやすく、午後になるとざっと強まることもあります。西日本は各地で傘の出番、特に九州や四国、太平洋側ではざっと強まることもあります。近畿や東海でも傘を持ってお出かけください。その他、関東や北陸、そして東北では日差しも届きます。ゆっくりと雲が増える東京や金沢、特に東京では遅い時間帯に雨のぱらつくこともありそうです。一方、北日本は穏やかな空のところも多くなりそうですね。明日は過ごしやすい体感となりそうです。以上、明日のお天気見ていきました。今日も一日お疲れ様でした。